第49話、早急を欺く。空城の刑により芝居の大軍を退けた孔明は、軍律によって内定馬謖を切り、漢中に撤退して兵の訓練と兵糧の蓄積に明け暮れていた。情報はたちまち洛陽に伝えられた。魏の皇帝宗英は芝居を召し、職を打つ計略を問うた。芝居はしばらくは出兵すべきではないという。今は炎暑の盛り、職軍も戦に応ぜず、攻めても相手が要害を堅守したなら勝つことはできますまい。そのうち孔明は必ず出兵いたしましょう。道は陳騒道を通るに違いなく、真の進める人物を守りに置けば万全にござりましょう。はよその名をモーセというに。芝居は各将という人物を勧めた。長く家政すなわち官職を守っており、武芸に優れ、深く兵法に通じていて、孔明に十分太刀打ちできるという。宗英は大喜びで、早速勅書を持たせて各将を鎮西将軍とし、鎮宗を守らせることにした。宗英がほっとしているところへ、楊州の司令官宗及からの情報が届いた。東吾の覇陽の長官周邦が魏に投降したいと密使をよこし、一挙に呉を滅ぼす7つの策を献じてきたという。玉座に出した宗英は芝居と共に情報を読んでは見たものの、半信半疑である。芝居が、周邦の申し出は信頼できましょう。東吾の平定は目前です。それがしも軍を率いて宗及殿を助けに参りとうございます。将軍柿は進み出て反対する。東吾は反復常の軽々衆は信用なりませぬ。衆法は手強いと評判の人物、投降するはずがなく、我らをおびき出す悪巧みに違いございませぬ。宗英は一行の後、芝居の主張に従うこととした。争うな。そちら共に出陣し、宗及を助けよう。そこで宗英は宗及に漢城を攻略せよと命じた。また柿には満朝と個室を引き、養生を攻撃し、武将の当官を狙わせ、芝居には軍を率いて高陵に向かわせた。二手に分かれた大軍が進発した。一方、呉の孫権は敵を深く誘い込もうとする周邦の戦略に当から同意していた。魏軍が山道から進撃してくるとの知らせに、急ぎ武将の当官に文官武将を集め、軍議を開いた。呉陽が、この戦の勝敗は後々の影響が甚大である。陸村での王手は10人に耐えられますまい。孫権も考えていたところである。孫権は高陵から陸村を呼び寄せ、保国大将軍とし、元帥に任じた。陸村は主官と前奏を左右の司令官に指名し、孫権も了承した。命令を受けて退出する陸村を孫権は自ら旧門まで見送った。陸村が馬にまたがると、孫権が鞭を差し出す。孫権の敬意を一身に受ける陸村を褒めたたえぬものはなかった。陸村は諸葛金に高陵を厳重に守り、芝居の軍を防ぎ止めようと使者を出し、命令を託した。陸村は自ら中軍を率い、主官と前奏を左右に打ち連れ、70万余りの兵馬を従えて進発した。主官は陸村に進言した。早急は武勇ばかりで知略に欠けた男、破れば強敵傾斜の二頭から逃げましょう。それが自然僧殿と山あいに兵を捨て、退路を立てば早急を捕らえることができ、さらに長くして巨匠落葉をも奪いましょう。いかがでござる。陸村はあっさりと、それは単純な考えで、早急を破るについては自分に他に良策があると笑って答えた。主官は進言が用いられないので不満げに押し黙り退席した。一方、宗及は大軍を率いて前進し、ひいならずして漢城に近づいた。周邦が早速本営にやってきて宗及に目通りする。宗及は丁重に周邦をもてなした。貴公の呉を滅ぼす7つの策は陛下も条理ありとお認めになり、山道から大軍を進めてまいったのじゃ。もし高騰の地が得られたなら、貴公の功績は絶大であろう。へりくだって周邦が応対しようとすると、宗及はがらりと態度をかけ変え、語気も鋭く、貴公は謀略に長けたと評判。こたびも企みがあってのことという者もおる。じゃがわしは決してさようなことはないと信じておる。
秋芳はいかにも心外なとばかりにポロポロと涙を流し声を上げて泣き出した。泣くなよ。早急は驚き取り出そうとした。秋芳は矢庭に従者の剣を抜き放ち顎にかざして首をかき切ろうとする。早急は仰天し慌てて剣を奪おうとするが、秋芳は歯を剣を握りしめて、まさに自陣の覚悟である。秋芳は怒りもあらわに、我が心底を汲み取りいただけず疑われるとは無念至極。これは我らの罹患の刑を図る者がある様子。その悪巧みにはまってはそれがし、生きてはおられぬ。冗談じゃ、真に受けるではない。秋芳はまたも自ら首をはねようとする。早急がしきりに押しとどめる。早急が手を緩めた隙に秋芳はさっと剣をかざして頭髪を切り落とした。髪の毛の束を地面に叩きつけると激怒して、それが島心を持って対しておるのに、将軍は試そうとなさる。この上は父母より授かりし髪を切って我が責心を明かすのみじゃ。秋芳の振る舞いに早急は疑いを解き、急ぎ主席を設けて怒りを和らげる。席上多くの機密が語り合われ、主客ともに酩酊し、秋芳はやっと自供した。明くる日、垣が早急に会いに来た。官城には五軍が駐留しているかもしれぬので、軽々しく進むべきではなく、共に挟み撃ちにしたらと願い出た。早急は言いも終わらず怒り出す。挟み撃ちだと、聞こう。わしの手柄を横取りする気か。垣は怒りを抑え、早急に、秋芳は油断なり申さぬ。髪を切ったは明らかに見せかけ、信用なりませぬ。早急はますます怒り、左右の者に垣を縛り、引きずり出して首を打てと命じた。出陣を前に兵の心を惑わすとは憎きやつ。諸将が一斉に進み出て、出陣を前に大将を切るのは不吉であると許しを請う。早急はしぶしぶ納得したが、垣は官職に追いやられた。垣が兵権を奪われたと知ると、秋芳は胸をなで下ろした。早急が垣の意見に従っておれば、東郷は終わりとなるところであった。すぐさま陸遜に状況を知らせる密書が届けられた。陸遜は知らせを受けると、諸将を集め軍議を開いた。官城の手前の石庭は山中ではあるが、大軍を伏せるに格好の場所。まずあの広々とした盆地を占拠して陣を敷き、敵を迎え撃とう。そこで女性を先鋒として出陣させた。早急は手柄を立てたい一心で自ら軍を率いて官城に向かおうとし、秋芳に道案内を命じた。秋芳は願ってもないことと早急の先に立って進む。しばらく行くと、前方に樹木の前方に樹木の茂った山を見かけ、早急は秋芳に問うた。秋芳が石庭と申す盆地で大軍をとどめるのに絶好でござる。早急は疑いもせず、全軍および首長を指揮して一斉に石庭に向かい陣を設けた。明くる日、物見の兵が知らせてきた。前方の谷の入り口に五の大軍が陣を敷いておりまする。早急は仰天した。秋芳は沿道には備えがないと言っていたのに、敵が山あいに寄っているとは。慌てて秋芳を呼びにやらせる。戻ってきた兵は、秋芳が数十人を引きずれいずれかへ出かけたと報告する。はかられたと悟った早急は悔しがるやら怒るやら。だが優勢な兵力を頼んだ早急、恐れることもなく恐怖を先鋒とし、数千の兵を率いて戦いを挑んだ。両軍が向かい合うと、恐怖が馬を乗り出し大声に呼ばわる。続将はいずこ、とっとと降伏せい。五の陣営から女性が迎え撃つ。槍をかわすこと数回、恐怖がかなわじと逃げ出した。恐怖は兵を引き上げると早急に大手槍筋鋭い女性の戦いぶりを話す。早急は調布を咎めず、奇襲で敵を破ろうと考えた。早急は調布と説教にそれぞれ兵2万を率いさせると、石庭の南北に兵を伏せた。あくる日、偽って五軍をおびき寄せ、三方から攻撃して叩きのめそうとの考え。兵を伏せ終わった調布、その夜敵の後方を兵馬が移動していくのを見かけた。調布は味方が援軍に回ったものと思い込み、怪しもうとはしなかった。ところが軍勢は引きも切らず通りかかる。疑いを抱いた調布、槍を引っ下げ馬にまたがり、確かめに挟み向かった。間もなく横合いから馬を踊らせてきた大将を見れば、まさしく五の主官、陸遜が主官と前走に各3万の兵を持って参道から
義の陣営の背後を襲って火を放たせたのだ。ニクソンも自ら大軍を率い、中央から進撃して早急を捕らえようとする。丈夫は防ぐ間もなく馬を飛ばして逃げる。士官は逃さじとばかりに追いすがり、伊藤のもとに切って落とした。義軍は大いに乱れ、山を乱して逃げ出す。主官はしんがりの兵に火を放たせた。前走の一軍は背後から義の説教の陣営に襲いかかった。説教は五軍の夜襲に慌てて迎え撃つ。前走は敵の大勢固まっているところを狙って突撃する。義軍は防ぎかねて逃れようとするばかり、だが五軍は四方から牛尾のごとく押し寄せる。説教は懸命に突撃し、結露を切り開くと早急の本営へ逃げ帰る。前走は追撃する傍ら火を放たせる。義軍は大敗し、死傷者は数知れない。主官と前走は兵をまとめて一筋に早急の本営をつく。折しも早急は女性を打ち破る夢を貪っていた。突如兵営を揺るがす人口に羽を着てみれば、前方には天をも焦がす火の手が上がり、歓声は天をどよもす。慌てふためき馬に飛び乗った。陣営を出た時に説教が気もそぞろに逃げ帰ってきた。調布が切られ、山の 南北両面から五軍に襲われたという。早急は震え上がり、手立ても考えつかない。そこへ五の大軍が押し寄せ、義軍は入り乱れて同士討ちとなる。早急は馬を走らせ、強敵を目指して逃げ出す。さらに女性が大軍を率いて正面より殺到する。早急は一層慌てて強敵への道を必死で走る。突如小道から一軍が進み出た。早急は万事休したかと肝を潰した。ややあって見すませば火器である。早急は胸をなで下ろした。だが火器を目の前にして残機の念に耐えない。ため息をつき、そちの意見を聞かなんだばかりにこのざまじゃ。火器は気にもかけずせかせる。将軍、強敵へお急ぎあれ。五軍が木や石で出口を塞げば逃れる術もございませぬぞ。早急は火器の言葉に気を取り直し、急いで馬にむちくれ駆け出す。火器は兵を率いてしんがりを務め、敵の追撃を食い止めようとする。火器は強敵への街道の樹木の茂ったあたりに多くの旗や上りをかざし、軍勢が潜んでいるかのように見せかけた。間もなく女性が追ってきた。早急はこの道を逃げたに違いなしと兵を率いて追撃する。坂のふもとの方には旗差し者が見え隠れしている。義の副兵かと疑った女性は恣意的追撃せず、兵をまとめて引き上げる。一命を拾った早急、敗残兵を率いて洛陽に帰ったものの、痛風に絶えず間もなく病死した。芝居は早急が大敗したとの知らせに、隙をついて孔明が長安に侵攻するのを恐れ、急いで兵を引き上げた。陸遜は艦上に進駐すると、戦勝の知らせを待ち受けた。やがて女性、主官、前走らが戻ってくる。各軍とも大勝し、降伏した義の兵は数万に上り、奪った射場、馬出、武器、兵糧は数知れない。陸遜は大変な上機嫌、主砲を呼び出して称える。この度の戦勝は、ひとえに偽りの投稿を仕掛けた貴公の賜物じゃ。ついで女性、主官、前走らの大将を称する。傍ら孫権に戦勝の報告に行かせた。陸遜は各方面の防備を手配すると、自らは州法、女性、主官、前走の一行を引き連れて凱旋した。孫権は都に義軍に対象した知らせを受けていたが、陸遜が帰ってきたと聞くと、文武百官を率いて武将の城門まで出迎えた。陸遜が平伏して拝礼すると、孫権はすぐに助けを起こし、近時に青絹の傘を差しかざさせ城内へ戻った。孫権は盛大な酒宴を設け、勝利を祝うと手柄を立てた。少々殿中に召して称した。孫権は周法を称える。そちの毛髪を切り、敵を欺き破った大公は歴史に特筆対処されるであろうぞ。すぐさま周法を寛大公に報じた。陸遜は機に乗じて上奏する。早急の大敗に義は承知しておりまする。この際、国書を持たせて職に使者を送り、我が国威を示し、合わせて孔明に出兵させましょう。孫権も同意し、国書を整え、使者を生徒に使わした。以上、第49話、早急を欺く終わる。